平成3年台風第17号は1991年9月に発生した台風、九州地方に大きな被害をもたらした。進路図9月11日に日本の南海上で発生した台風17号は発達しながら北上を開始し、13日には中心気圧955ミリバールの勢力で沖縄県に接近、那覇市では午前8時に 秒速57.4メートルという当時歴代5位となる最大瞬間風速を観測した。沖縄通過後は東、シナ海へ進み、14日午前5時30分頃、長崎県長崎市付近に上陸した。上陸時は中型で、中心気圧は955ミリバルト13日後に上陸した台風第19号と比較して劣る勢力だったにも、かかわらず、 台風の進路となった佐賀県佐賀市では午前6時過ぎに観測史上最高となる秒速54.3メートルの最大瞬間風速を観測するなど九州北部一帯で40秒速50メートル級の暴風が吹き荒れた。さらに雨量も記録的で福岡県前原市では1時間の雨量が147ミリメートルを記録するなど九州地方では 台風第19号をしのぐ暴風と降水が観測された地域があった。この大雨は西日本だけでなく、甲信越地方まで及んだ。台風は午前中のうちに、福岡県宗形市から山口県下関市沿岸を通過した。日本海沿岸部を北東進市、17時半には石川県の都半島を通過、夜には新潟県新潟市付近に再上陸し、 同日21時に山形県米沢市付近で温帯低気圧に性質を変え、翌日には太平洋に抜けた。なお、日本列島はこの台風の襲来後にも台風18号と台風19号による被害を受けており、特に19号による被害は甚大で、被害地域はほぼ全国に及んだ。ありがとうございます。